皆さんこんにちは、燃えないゴミと申します。これからちょっと検証したいことがあるんで、早速やっていきますね。キリンってワンパンできんの？まあ当然回のキリンですが、それでも一撃で体力を4000以上削るなど、なかなかできるもんじゃないよ。この狩り技はもしやばけるかもしれんな。ただこのスキルじゃ実戦で使うにはきついでしょ。どうにか改造しなよ、作右衛門。そうだよな、それに使うのであれば武器も変えた方がいいかもな。あとキリンの頭弱得乗らないからな。嘘でしょ。さて、今日は刺身魚の釣り方について、詳しく解説していきたいと思い、もめは泳ぎでねんだよ。陸人すぎるでしょ。カエルはお前のために生まれてきたもんちゃうぞ。ワイのしのぎは刺身魚の売買で成り立っとんのや。余計なちゃちゃ入れんなや。ちゃちゃ入れてんのお前だからね。まあええわ、これで薬もさばきや。というわけで、今回はザボアザギルに振動ぶち当てていこうと思います。使いづらすぎて無残の詳しい解説は前回の動画でやってます。どういう技か気になる方はよかったら見てね。今回注目していただきたいのはこちら、残地頭筋系です。無毒性体験じゃないとか恥ずかしくないの？やかましいよ、それに適当な武器ってわけじゃないぞ。ザボアに対してはこの外見が一番火力出るんだから。その見た目からは想像もできんな。今回のスキルはこんな感じです。この装備何がヤバいって、防御が600台なんですよね。さすがに G 級でそれは圧倒的お粗末なんですよ。あ、もしかして最初にボコられてたのは不屈発動のため？そうそう、これで防御900になるから安心できるし、振動の火力も底上げできるからね。あとこの武器白ゲージが2ミリくらいしかないので、匠をつけて臨戦で維持できるくらいまで伸ばしてます。で、ザボアに振動を持ってくメリットは？理由は2つ、1つは膨らんだ時の腹の肉質が柔らかい上に、膨らんだ状態になるタイミングでちょうど振動が溜まること。もう一つは膨張状態だと的がでかいのでめちゃくちゃ当てやすいこと。あとダメージがえげつないこと。二つって聞いてたんだけどな確か。そういうわけで、今回はザボアの体力を振動のみで3割削るのを目標に買っていきます。ゲージ回収のためにブンブン体験を回していきます。ザボアが起こるまではとりあえず回るのがいいですね。この装備ならどの部位狙ってもそこそこ火力出るので、ちなみにザボアはあの見た目で雷が一番効くみたいですよ。まあ氷まとい時は火が一番になるんですけど、属性肉質って本当にややこしいです。あ、でももし使うなら火属性の方がおぬぬめですよ。詳しくはウェブで検索。ウェブに責任転嫁すんな。さてまずは獣宿し1回目、振動が溜まるまでは点灯時に使います。切り札で威力上がるとバカにできない威力になって、そのままため切りもできるので一番いい使い方ではなかろうか。あ、ザボアさん怒ったな。怒るまではブンブンって言ってたけど、怒った後はどうすんの？あ、ここでさっきの火属性がいいっていう理由も解説するんだけど、怒り状態に入ったら真っ先に腕を狙っていきますよ。火属性武器の場合、腕に一撃入れるだけで器物破損できるからね。もしかして火属性じゃなきゃできないやつか？んなことないけど、破壊までの攻撃回数が2発になったり、縦切りじゃなきゃ壊れなかったり、結構ズレが出るから火そのがいいかも。怒り時はザボアさん動き早いし、転倒させてとっとと太らせた方がダメージも稼げるからね。振動が溜まったので、これから切り札込みでぶち当てていくよ。まず切り札の発動となる落とし穴を設置。次に追い込みすぎたザボアを観察。近づいてきた場合は罠から離れて、罠、あいつは消えたで感を出しましょう。こんな通り魔みたいな攻撃にカウンターはもったいないからね。で今の距離だと、ザボアは通り魔歩きはしてこないので、振り向いたのを確認したらすぐ発動。この状況なら転がるかボディプレスの2になって、どちらにしても超威力でぶち当てられます。浄化などと、生優しいことは言わない。消えろ。あ、やべ、不屈のせいで防御上がりすぎて、40ダメージしか食らってないな。確か50ダメージで最大威力なんだっけ？そそ、まあそれでもものすごいダメージが出てると思うけど、次からはもっと防御下げないといけませんね。おっと、腹の色が赤くなったな。ここは絶対回避でやり過ごすか。切り札発動時は2回回避するから、判定の長い攻撃も避けられますよ。へえ、切り札ってこんな効果あったんだな。狩り技の威力を上げるとしか書いてないからわからんかった。モンハンはスキルの追加効果が謎なのも多いからね。黄金研磨なんて防弾といだりできるのに書いてないから。防弾を飛ぶってどういう意味なんだ？モンハン力学については深く考えちゃダメだよ。カプコンさんに消されるから。国家機密並みに危険なの？あ、そう言い忘れてたけど、ザボアに振動を当てる方法はもう一つあって、ザボアはたまにすごい長い溜まり目の後に投げ払いビームをするモーションがあって、その時には確実に当てられるんですが、ビーム吐いた後の尻尾にもなぜか攻撃判定があって、落ちる可能性が高かったのでやめました。やはり罠を置いて当てる、というのが一番いい方法なのかな。あれだもんね、お試しでザボアに使った時は、最大まで溜める暇ないし膨張した時のゴロゴロ攻撃で落ちるし散々だったもんね。そうなんですよ、ずっと不思議だったんですけど皆さんは戦ってる最中に、なんかザボア強くねって感じることありませんでしたか？
それもそのはず、ザボアの攻撃の威力ってかなり高いんですよね。特にヤバいのが氷ビームとゴロゴロ攻撃で、ゴロゴロ攻撃に至ってはなんと、シャガルマ柄の恐竜爆発ブレスと同じくらいの威力です。どう猛化の場合は逆に氷ビームが強化されて、剣士装備でもワンパンを量産します。まあ何が言いたいかというと、振動は大ダメージを受けなきゃいけない狩り技なので、そういう意味でもザボアと相性がいいということです。それならどう猛化でよかったんじゃない？狩り技ゲージも溜まりやすいし。ああ、それがしもそう思ったんだけど、氷ビームでワンパンされてね。前回のドボルでもプレスでワンパンされたし、どう猛化モンスで進化を発揮するはずの狩り技が、どう猛化モンスで使えないという矛盾。カプコンはどこまでこの狩り技をはぐるつもりなんだ。まあそういうつもりはなかったとは思うけど、こんだけ不遇な振動はそろそろないでいいよ。あ、ザボアさん疲れてんね。おお、なんたる偶然、奴の怒りも最高潮に達したようだ。振動有塩山のダメージが増える仕組みはハンターの怒りなどではない。今まで数々のプレイヤーに興味を持たれながらも、出撃要請はほとんどなく、絶対回避ばかりがチヤホヤされるのを、横で歯ぎしりしながら眺めることしかできず、倉庫でお留守番がテンプレとかし、毎晩枕を濡らしながらも、いざ出撃となるとそれはそれではなとセットでしか使われないと嘆いている。こいつ自身の怒りだよ。半分くらいお前のせいじゃね。さあザボアさんよ、貴様にこの怒りを受け止めきれるか？貴様が攻撃したその時、最大威力の斬撃がその身を襲っ、いやなんでだよ、今当たってたでしょうが。あ、空間判定も。いい加減にしろ、こういう時ばっか当てて欲しいフレンズなんだね。畜生、これじゃそんなに削れないぞ。3割いってるか不安になってきた。何を慌ててるのかわかんないけど、もう一発当てたらいいんじゃないの？いや、それは不可能なんだ。今までの経験上、2発撃つ頃には瀕死なんだよ。それどう考えても火力出てるでしょ。ゲージ回収のスキル特化して2回しか使えないとかある？まあないとは思うけど、武器が強いからな。普通に削っちゃった、というのもありえなくはないよね。まあ瀕死には変わりないよ。ちょうど切れた腕を狙って、器物破損、あとはブンブン食ってるだけで。討伐完了だね。さて、どうかね、ダメージは目標に達してるかな？達してないと困るな、もうやり直しは嫌だし、ふんふん。今回腹に2発当てて、その合計が推定、4349ダメージだね。マジでエグいな。1発目と2発目でだいぶダメージ違うんだけど、もし1発目を4発当てれたら、ザボアが沈む計算になるね。ザボアの体力は1万ちょいだから、目標達成か。何なら4割弱削るとかいう頭のおかしい威力なことは分かったね。ただ、キリンの時もそうだったんだけど、お膳立てが必要なので、使いやすい技ではないことを忘れないでくださいね。というわけで今回はザボアに対しての使い方でした。大剣についての動画をこれからも作っていくので、瞬きするくらいしかやることがないくらい暇だったら、見ていただけると嬉しいです。ではでは。次はてめえの番だな。いや無理かー。やっぱ上位はダメかなー。計算したらいけそうだったんだけど、さすがに瀕死じゃないよなー。貝がこの狩り技の限界なのかな。瀕死だったんかい。